こんにちは、ライギュウです。こんにちは、キュウキュウです。はい、はい、この度はですね、はい、まあ見てもらえばちょっとわかると思うんですけど、はい、僕たちちょっと没動画を生んでしまいまして、生んでしまいましたね。生んでしまいまして、だ時系列で言うと、はい、本編を撮った後にオープニング撮ってます。そうです。でそのオープニングを今先に見ていただいている状況ですね。はい、なんで本来ならば、はい、まあもうコラボであったとしても、はい、この動画は間違いなくボツにするべきなんですよ。いやこれはボツでしたね。ボツでした。もうあの空気がボツにしますかの流れでしたね、はい、なんかまあ試合したんですけど試合中盤あたりから、はい、これワンチャンボツの可能性あるな ちょっと待てよと思ってっていうのありましたよねこれありました。ちょっとその空気が流れて、はい、試合もしかも決着つかず、ね、そういやもうで試合終わった瞬間もそうですね、あってなりましたよね。そうですね。なんですけど本当に珍しいことですよね、コラボでボツが生まれるって。珍しいです。なんですけどやっぱり僕たちエンターテイナーなんで、いやそうなんですよ、あのリアルも見てもらおうかなと思って、うん、いつもはもう絶対もう 100% と言い切れるほど、うん、絶対捨ててる動画ではあるんですけど、はい、まあ、ここはねあえて、ね、あえてあの僕たちが普段こういう動画ボツにしてるっていうのをそう、エンターテイメントなんで。そうですね。だってね、成功したところばかり見せてたら それも予定調和なんですよ。予定調和でしかないですね。それを崩していかないといけない。全てを見せることに価値があると、うん、それ思いますということで、今回はですね、ボツ動画を見てもらおうと思います、はい、お願いします。お願いします。まあちょっと僕たちがやっちまいました。空気感見てほしい。空気感、いやいや恥ずかしいな結構恥ずいっすね本当に本当はボツ、空気感が完全にあのボツなんで、はい、まあそのボツのね、こんな感じなんだよっていうのを見ていただければなと思います。ということで、本編お楽しみください。どうぞ。どうぞ。いやちゃん、大丈夫です。はい、キヨキヨです。おやおやおや、ちょっと待ってください。キヨキヨさん、キヨキヨさん何をすかしてるんですか。何をすかしてる。いやいやもうそれはもうだってね、監督、オタクの監督、ウイスピガンですと。よし、すみませんです。はい、はい、まあ、オタクの監督がちょっと見張ってるんでね。いや、そうですよ、監督が、ね、監督がやっぱ常にね、いらっしゃいますからね。よし、すみませんです。ということで、ということです。はい、ということですね。ということでですね、はいはい、はい、ということで、今日やっていくのは、はい、まあ、お互いの最強、もう自分の最強ってやっぱあるじゃないですか。ありますよ、ありますよ。俺なりの最強ってやっぱ大事にしていきたいじゃないですか。大事にしていきたいですね。その俺なりの最強デッキを作って、うん、まあ、相手に使わして、はい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 、はい。まあ、やっぱどっちが最強かみたいな。あー、なるほど。あ、じゃあもう、最強プレゼントしちゃっていいんですか。最強プレゼントして、うわ。もうちょっと自分の PS でその相手の最強使いこなして、どっちが最強かみたいな。いやでも、どうですかね。僕が最強デッキ作っちゃうと、結構奇抜ではあるんで、はい、常人は使いこなせないですよ、ね。いや、ちょっと待ってください。すいません。やっぱ僕の、はい。やっぱ僕、やっぱ、ペロペロ。いや、無理や。声大にしてください。そこは大にしてください。やっぱ、はい、僕が作ったデッキなんか、やっぱ、はい、僕しか使いこなせんみたいなのがある。お、なるほど、なるほど、なるほど。ってことでですね、まあ、とりあえず今から、俺とキヨキヨさんで、はい、まあ、最強デッキをね、作り上げて、まあ、はい、向こう側にね、プレイしてもらうと。なるほど、じゃあ、端末交換してデッキ作るって、ね、そうですね。とりあえず先に端末を交換しちゃうと。あ、了解です、了解です。じゃあ、ちょっと僕、5番を崩す。はーい、と、はい、いうことでですね、まあ、これ今、お互いのデッキを組んで、今、このね、ホームボタン、あ、ホームボタンじゃない、ホームの、まあ、一番のね、ホームに戻して、はい、これお互いまだデッキを見てない状態ですね。そうですね、見てないです。ここで、まあデッキ、あ、じゃあ、フレバト飛ばして、はいはいはい、はい。まあ、初めて、そこで最初の4枚が見れると。なるほどねー。まあその4枚どれだけ気づけるかみたいなとこあります。はいはい、はい。僕はでもデッキコンセプトはちゃんとありますよ。なんか、ネタだって思ってほしくないですね。はいはい。まあ俺もちゃんともう、バッチバチの最強にしたんで。じゃあ、デッキ名だけ言いません？デッキ名。ああ。お、あ、ちょっと考え、じゃあ考え、ちょっと考え、30秒ください、30秒。考えるタイム。いや、あえてこれでいくわ。あ、OK です。はい。OK です、すいません。じゃあ、先、キヨキヨさんからいいですか。いや、僕ですか。もう、はい、簡潔に。はい。待って。いや、OK。もう一回、もう一回お願いしていいですか。恥ずかしくて。もう一回いいですか。いきます。じゃあ、もう一回ちょっと振ってください。はい。じゃあ、はい。キヨキヨさんいいですか。いや、もう僕はもう、スッと。はい。
バーマン、はい、スッとね、もう音が黙ってスッと、なるほどなるほど、これ分かりやすいですよね、はい、はい、まあやっぱ最強とは、最強とはそういうことです、最強とは、まあそういうことですね、はい、まあ俺の最強は、はい、やっぱまああのまあやっぱ世界一みたいなのがあるんで、世界一みたいなのが、はい、俺らの名前は、はい、もうアイアムワールドチャンピオンっす、アイアムワールドチャンピオンデッキを使っていいんですね僕が、いいですよいいですよ、うーわ許します許します、これちょっとね楽しみですよ、はいボンバーマン VS アイアムアイアムチャンピオン、ボンバーマンやばいです、ボンバーマン大体あらかたあらかたもうじゃあお願いします、はい、お願いします、いやでも全然ですよ、もうあの主役がみたいなとこあるんで、はい、おーなるほど、なるほど、おーなるほど、ほう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 、はい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 、でもすげえ強そう。でも本当に強そうなんですか。え、本当っすか。いや、ちょ、あげちゃいます。え、本当に？はい。え、マジで強いじゃないですかだって。普通に。いや、まあまあ、やっぱワールドチャンピオンなんで。普通に強い。あー、なるほど。あー、確か普通にやられてる。え、普通に、そういう感じ？そういう感じ？え、なんかそういう、あ、そういう感じ。普通に強い、ああ、なるほどなるほど、いや、いいっす、いいっす、いいっす、これマジっすか、はい、やるなと、あ、ほんとに、あ、おっと、あー、くそくっそ、いや、ここであえて、いや、ないな、ちょっと待ってよ、これ普通に強いな、ちょっと普通に強いな、いまた優しさ出ちゃったんすか、いや、なんか優しさほんと出てますね、これだいぶですよ、出ちゃった、ワンちゃん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 、あー、ワンちゃんないんですね、ないない、見てますね、ないない、やっぱりやつ、何入れたっけな、でも、僕の中の主役がまだ出てないんですよ。大吉さんのトゥーだから。あ、なるほど。僕の中で主役あるんで、ちゃんと。あ、なるほど。甘いっすね。甘いっすか、あ、オッケー。おい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 と。オッケーオッケー。どうしようかな。うわ、これちょっとやだな。ちょっとやだな。よろしく、っつって。やるときてよろしく、って。あま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 あ、ほら。はいはいはい。あれ、はい、なるほどなるほど。ああ、えちょっと。ちょっとやるな。まあ、一回やるなっすよね。一回やるな。一回やるな。一回やるなですけども。一回やるなからまた始まるみたいな、ね。そうですね、そうですね。あ、結構強い。普通にちゃんと強い。ちょっと、まあ、誰か感染してません、ちょっと。ちょっと待って。ちょっと待って。あ、ほんとです。こっからさ、2枚入ってからなんで。あれ、もう主役が出てないっすね。僕の。ちょっと。ほんとに。これかこれか主役は。あ、主役出てました。ごめん、大変失礼しました。出てました、ね、出てました、出てました。ちょっと僕あの、早とつりしてしまいましたね。僕の良くないところですね。ああ、なるほど。つかまれ。ああ、なるほど、なるほど。ああ、くそ。で、うわ、フリーズが。フリーズが。ああ、やっぱ、でも主役が活躍しますよ、主役が。やべ、これまずいな。これまずよろしくと。よしよし、この、僕の最強デッキ。僕の最強デッキ。じゃあ、これ、ライキさんのだ。あ、うまい、うまい、うまい。おっと、おっと、おっと、おっと。ちょっと待って、ちょっと待って。しかし、そう、僕ね、そこをね、見て、見たかったんですよ、やっぱり。この、ボンバーマンを。ボンバーマンを。そう、使わせたところを、いい感じに攻めていく。うわぁ。うわぁ、これやばい。やばい。いけ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 。あ、これ意味ねえな。あ、ボンバーマンが強い。ボンバーマンが強い。あ、やばい、やばい。待って、これ煽りじゃないですか、マジで。マジで人差し指やばい。また煽り、また煽り。違う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 。ほんとほんとほんとに。すぐ煽ってくる。これマジで違う。あの、人差し指ほんと当たっちゃった。え、逆にこう、プロでないんですか、こう、あ、当たっちゃったっつって。ないですよ。たまにありません、逆に。ないですよ。さあ、キヨキヨ選手、いい感じ、いい感じですか。あ、いい感じ、いい感じ。やばい、勝てない。勝てない、もう。いや、これだって僕の最強デッキなんで、はい、はい、ちょっとね、僕ちょっとね、残念ですよ、逆に。なるほど。あ、やべ。待って、これまずいぞ。ワンチャン入りましたよ、これ。優しさ。あ、また優しさ出ちゃった。まあ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 、優しさちょっとね。いやいや、あ、やばい、これ大丈夫か、これ。いや、これね、これが強いんですよね。はい。なるほど。さ、これが強い、はいはい。なるほど。よいしょ。大丈夫ですか、この試合。大丈夫、終わんない、終わんなくないですか、終わんないですか。この試合ちょっとあれですけど、ちょっと怪しいですけど、審議が必要、ちょっとね、ちょっと審議が必要ですよね。ちょっと審議が、ちょっとさすがに、あれ若干、えまあまあまあ、ちょっと審議が、ちょっと審議、審議が必要ですね、審議が必要、これ大丈夫、審議が必要、これ大丈夫、これどういう動画になってるか、ちょっとあの謎ですけど、謎、はい、このあ、音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 、あ、ちょっと音、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 ちょっとこれ結構審議が必要ですよ、これ言ったの、ね、審議が必要そうですね、これは多分ね、もうエリコン来ないんじゃないかなっていうね、来ちゃっ、
あ、来ないですよね、やっぱりね。これ結構審議ですね。審議が必要ではあります。審議必要では若干ね、若干ありますけど。あ、ここでいいのかな、ダメだな。ここでいいのかなってことあります。いやいやいや、やっぱ、やっぱ僕もね、プロでやってるんで、やっぱり。あ、なるほど。これはちょっと審議が必要ですね、だいぶ。あー、なるほど。ちょっと審議。おっとおっとおっと、これもちょっと審議が審議が必要かもしれんな。審議が必要しか言ってない。さあ、あ、やべ、いや、うまっ。分かっちゃうんですよね。これ待って、これワンチャンない、ワンチャン。いやでもね、ワンチャンという言葉はね、甘いです。わー、でも結構あれですね、攻めてきますね。え、そうそう、これ大丈夫ですか。いや、全然大丈夫ですか。予定通りです。予定通り、はい、予定調和でしかないです。予定調和でしかなかったらダメじゃないですか。僕らの曲は多分ですけど、多分、うん、やべ、これ大丈夫、これ大丈夫、生きていいんじゃない、いいんじゃない。あー、死んじゃった。ちょっと待って、ちょっと待って、これ、いや、これ意味ねえな。これやべえぞ。あれ、また優しさで出しちゃった。ちょっと待って、ちょっと待って、やばい、大丈夫。ちょっと待って、大丈夫これ。東京先輩、え、なんすか。ちょっと危ない、この動画危ないです。この動画危ないですよ、ちょっと危ないです。ちょっと若干危ないです、ね、若干の危ない香りがしてます。やめて、やめて。で、町屋町、これ届け、若干ちょっと危ない香りしてますよね。あ、だいぶ危ないですね。だいぶ危ない、だいぶ、だいぶ危ない。ちょっと待って、だいぶ危ないですね、これ。これ待ってください、ちょっと危なくないですか。これはだいぶ危ないですね、これは。これはすごいですよ。これやばいですね。これすごいっすよ。これすごいっすよ。これやってますね。これやってますね、この動画は。この動画ちょっとやってました、ね。やってますね。やってみが深いですね。やってみが。やってみでしかないですね。や、だいぶやってみですね、これ。やってみですね。これあれじゃないですか、これ。これあれ。ボツ動画って。ボツ動画だ。ボツ動画って言ってあげるのはいいですけどね。もうあらかじめ、確かに、あらかじめそういうスタイルで、もうボツ動画も上げていきますよと。で、はい、頭で、はい、もうここも全然使っちゃっていいんですけど、はい、頭で、すいませんでしたと、はい、ボツ動画を生んでしまいました。YouTuber でも、はい、これリアルですよね。リアルですね。だいぶリアルです。だいぶリアル。僕撮ってて、僕も、はい、大丈夫ですかこの動画って言ってたんですか。はいはい、大丈夫です。結構リアルな感じが出てましたよね。で、はい、その動画終盤、試合終盤、ボツかもしれないという香りを、ボツかもしれないこの空気感が、実は YouTube 上であんま見れない。だいたい8割型9割型、はい、この空気が流れた瞬間もうボツっすからね。だいぶボツっすよ。でも、はい、行きましょう。行きますか。ここへやっぱリアルを見し、確かに置きたいってな。いや、これね、これ、いや、僕らでもあんまボツないじゃないですか。確かに確かに、なかなかないです。しかも、はい、なんかなんだろう、何かを、なんかなんだろうな、その、例えばですけど、まあ、12勝するとか20勝するとか、はい、そういう目標を持たないっていうのはあれですけど、はい、まあ僕たちが戦うっていう動画だから、そうです、やっぱりなかなかボツっていうのは生まれないわけです。そうなんですよ。なんか負けても勝っても面白くあるんで、面白くありたいと思って動画を撮ってるわけで、はい、エンターテインメントなんですね。そうそう、僕たちエンターテインメントなんで、はい、なかなかボツ動画って生まれないはずなんですよ。そうましてやこんな企画で、ましてやこの企画でボツはないですよ。ちゃんと3分で終わる予定だったんです。ですよ、ね、この企画。いや、ドッキリとかじゃないですよね。いや、ドッキリじゃないです、何もない。普通に、いや、だって僕も別に普通でしょ。え、待ってください、ちょっといいですか。はい、え、これなんでこんな強いデッキだったんですか。え、ちょっと待ってください。僕の認識違いかもしれないですけど、ちょ、俺、真面目に、もうめっちゃ真面目に、強いデッキ渡しちゃったっす。はい、いや、僕、はい、その、なんだろうな、その、ちょっと、ね、茶番系なのかなと思って。あー、なるほど、なるほど。そう。で、例えばですけど、はい、ペッカとミニペッカ、はい、どうか、例えば呪文、他呪文だとするじゃないですか。はい、で、なんかその、いや、親子ペッカデッキが、クロロで最強したみたいな。言い切る系の茶番から多分聞いてください。はい。多分今回ミスったの俺っす。いや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 、それは僕っす、それは。いや、逆に僕も僕っす、僕。それは僕っす。あれ、キヤキヤさんデッキで、
ちょっと待てよと思って。いや、それは僕がまず企画を読み違えた。なんかその、かん、ごめんなさい、それこそ僕ごめんなさい。だから、あ、やっちゃったなってなっちゃう。逆に逆に、でもお互い、はい、お互い、お互いになったっす。え、で、はい。あ、本当それドッキリかなってちょっと思ったんです。なんかそう、キヨキヨさんとなんかそういう企画やると見せかけて、はい、なんか、なんか茶番じゃなくて、はい、ガチで行くみたいな。なあ、そう。バチバチ。これ、いやでもね、没動画上げる人やっぱいないじゃないですか。確かに。もう、普通なら、もう 100%。ちょっとこれだって空気出てましたもん。空気出て6分間戦ったっすからね、その空気で。確かに。オープニング撮んないとダメですよ。そうだ、はい、オープニング撮りましょう。え、じゃあ今ここでオープニング撮って、そうす、ね、編集上でこうガッチャン2個やって、そうっすね。で、そうです、ここカットして持ってきて、持ってきて、あー大丈夫ですかね。そうです。じゃあオープニング撮りますか。はい、はい、このオープニング撮りますかも使っちゃっていいと思います。逆にそうっすね、 YouTuber っぽが、はい、ぽいのが出るんでいきます。はい、ってことで、まあどんな感じにします、オープニングは。もうオープニングなんで、こんにちはからスタートするべきですよね。多分こんにちはで、はい、じゃあこんにちはでいきます。はい、お願いします。確かに、はい、ということでですね、やってまいりました。やってまいりました。今オープニング撮り終えました。撮り終えました、はい、ってことでですね、まあこんな感じの動画になっちゃってはいたんですけど、はい、まあ普段、ね、僕たちがこういうことやっているんだよって、少しの確かにね、少しでもね、あの、分かっていただければなと。いやー、いいんじゃないですか。まあ、確かに、確かに、うん、終わってみれば、まあ、良きな動画だったかもしれない。ぶっ壊す感じがいいですよ。ぶっ壊すっすね。普通の YouTuber じゃないっていう、ね、それがいいですよ。はい。まあ、僕たちがエンターテイナーであり続けるための。秘訣でございます。秘訣というかね。その、僕らエンターテイメントしての、はい、としてのこの、歩みが生まれた動画でしたね。また一歩歩んだ、そんな動画でしたね。はい、1年後大爆笑しましょう。そうっすね。1年後この動画で、また、見て、ちょっと見る動画やりましょう。あの頃はやってたなと。確かに。やりたいですね。ってことでですね、はい、まあ今日はこんな動画になっちゃいましたけど、まあね、キヨキヨさんとね、今日もコラボ動画を、キヨキヨさんチャンネルでも、はい、僕のチャンネルでもね、まだね、撮ってもらったんで、まあそちらもね、見てもらえればと思います。お願いします。ってことで、今日はあれで終わります。むしゅー